自信はあるんですよね。あります、もちろん優勝する気で来てるので、ここではちょっと負けてられないなと思います、うんうんうん、いい試合にしようね。はい、いやバチバチだ目がさ、もう怖いんだよバチバチだ。さあついにキャプテンがベールを脱ぎます。そのキャプテンをこの選抜争いから蹴落とすか、高橋ラボール。いきます。さあでは3期生高橋おっ、これはすごい怖いとか言いながらすごいショット入ったけど、いいレシーブでしたね。佐々木のレシーブ素晴らしい一撃でした。球は一流だな。おおおすごい、宣言通り、予告通り、ここはネットにかかったが、さあ高橋1点返した。構えがすごいよ。回り込んでのフォアはオーバー、追いつかれました。2対2の同点です。3連続ポイントで逆転。レベルの高い、あーっと日本のサーブが決まりました。マッチポイント。さあ逆転を追い詰めた高橋、マッチポイント。いや、やっとこの時が来ましたね。今日ちょっと大暴れさせていただこうかな。彼女は優勝すると思います。嬉しい。もうその自信持って頑張ってほしいな、はい、ありがとうございます。頑張り、56年ぶりの全種目メダル、そして金メダルへ。世界卓球5月21日から連日生中継。一緒に照らそう世界卓球全力応援。